どうも、愛知です。12月です、今日から。まあ、あっという間に2018年が終わっちゃいますけどね。まあ、月が変わりましたので、12月のポイント、話していこうと思います。で、去年も12月のポイントっていう動画を撮っていて、それはね、動画の概要欄に貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。で、同じ内容をね、やっぱちょっと話したくないなって思って、さっきチェックをしてきたんです、昔の自分の動画をね。で当然、同じ人間が考えてるから、やっぱり被るんですよ、話が。でどうしようかなと思った時に、去年、受験生向けに、病むなっていう、その、気持ち的に病まないようにしようねっていう話をしたんですね。で、ちょっとそこを掘り下げます、今回の動画では。非常に大事なことなんで。だから、どうやったら病まないようにいけるかっていうとこですね。で、まず、まあ、10月だろう、12月にならなくても、11も10月も病む子は病むじゃないですか。気がね、めいってくると。で、病む理由っていろいろあるんですけど、まあ、主に焦りがやっぱり大きいって個人的には思ってます。まあ、焦りがきっかけで苛立ってしまってとかで悪循環に落ちていくんだよね。で、焦る理由っていうのは、まあ、日程的に日時がどんどんなくなっていくっていう、その日と受験日に近づけばね。で、焦るっていうところもあるし、やってるのに自分が伸びないっていうところでも焦ったりするわけですよ。自分自信がなくなっちゃうからね。で、12月がなぜ病みやすいかっていうと、ついに来月本番が始まるわけですよ。大学受験の方はセンターがあるし、で、高校受験の方も公立が本命だとしてもね、でも私立入試が大体1月に始まってくる。ついに来月本番、本当に受験が始まってくると。なると、あ、本当に時間ねえじゃん、みたいな感じになってきちゃうんですよ。で、焦るっていう。で、その、今自分が話すことっていうのは、もちろん万能ではないです。全員の方が有効ではないし、その、うまく機能しないこともあるんですけど、今回ポイントを2つ話していきます。ポイントっていうか、これをやってほしいっていうこと。で、まず1個目が、今、12月にこういう勉強をしていこうっていう計画を立ててる方もいらっしゃると思うんですね。12月1ヶ月を使ってここまで勉強すると。で、そこをやるために、じゃあ1週目、今1週目はここをやんなきゃいけない。で、1週目終わらすために今日はこれをやんなきゃいけない。みたいな。長期的な計画から中期的、短期的っていう計画を立ててる方もいらっしゃると思うし、あとはそうじゃない、そこまでできてないんだけど、今日勉強机で座った時に、よし、ここまでやろう、みたいな。ふうに決めてやってる方もいると思います。で、まずは、その、勉強量を決めるとき、今日これやるぞって決めるときに、時間じゃなくて絶対量で決める。いいね。3時間勉強しようとかじゃなくて、ここまでやろうって量で決めるんだよ。それ、まずやってください。まず1個目。これは話そうと思ったら1個目じゃないんで、ちょっと、カウントしないんですけど。で、その時にですね、まあ今日これやろうって決めるじゃないですか。で、その、自分で今日やろうって決めたことを絶対にやりきるっていうのを、この12月徹底してほしいんです。もう、まあ31日までありますよね。今日1日。まあ動画、これ1日はあれですけど。31日間全部徹底してほしい。全部守ってほしい。そう。例えば、100のことを今日やるって決めるじゃないですか。で、100のことをやろうって決めたんだけど、多すぎちゃって50までしかいかなかったっていう。だから、ここまでやろうと思ったんだけど、全部やりきれなかったって経験あると思うんでね。50までしかできなかったってなってしまうんだったら、最初から50って決めて50やりきった方がいいんですよ。これ、同じ50なんですけど、気持ちが違うんだよね。自分で決めた量はやりきったっていう50と、自分で決めた量ができなかったっていう50なんだよね。まあ、自分の自信に大きく関わる。すごい細かいことなんだけど、これが積み重なると自信になるんだよね。で、自信までいかなくても、その自己否定、自分ダメなんじゃねえか、落ちるんじゃねえかっていう、自己否定から守ってくれるから、ある程度までは。これほんとやってごらん。だから、で、でもその減らすじゃないですか。減らすと、最初決めたから減らしちゃったんだよなって思うかもしんないんだけど、人間だからさ、うちら。例えば、昨日100できたとしても、今日100できるかどうかなんて分からなくない？同じテンションじゃないし。昨日は元気だったんだけど、今日なんか起きたら気がちょっとめいってきてる、ちょっとなんか落ち込んできてるなって時もあるじゃないですか。だから、その日その日のテンションとか気持ちに合わせて構わないんで、ちゃんと自分の中の内面とね、向き合って、今日はこのぐらいで設定しようと思ってやってごらん。それが少なくなったって構わない。気にすんなって。自分で決めたことをやりきるのが、いや、何倍も大事だから。これはまず1個目です。いいね。で、2個目は、勉強の側面って話をよく自分します、するんですけど、勉強っていうのは、新しいことを覚えるっていう。まあね、その勉強ですよね。こういう側面と、覚えたことを外に抜かないようにするっていう、この2個がすごく大事なんです。これ自分がずっと言い続けてるんですけど、だって覚えたって抜けちゃったら意味がないんだから、残んなかったらね。で、この抜かないようにするっていうのがすごく大事で、勉強するじゃないですか。で、例えば何日か後に復習しようってよく言いますけど、復習した時に、
まあ、何日か前にやったこと、まあ、前の日でもいいけど、前の日にやったことを覚えてないとか、できるようになってないって、ちょっとへこむじゃないですか。うわ、昨日やったのにできてねえよ、みたいな。ありますよね。もちろんそれでもう一回やって覚え直せばいいんですけど、構わないんですけど、この12月はね、もう一回やればいいじゃん、なかなかなりにくいんだよね。なぜなら、時間がないってもう思ってるから。時間がないのになんで一回で覚えてねえの、なんで昨日やったこと覚えてねえの自分ってなっちゃうんだよね。だからそうならないためにも、その日例えばまあ何個、まあ例えば10個のことを やりましたと、新しいことをね10個問題やったんだけど、翌日チェックしたら2個しか覚えてませんでしたって、8個どうしたんだよ俺ってなっちゃうぐらいだったら、最初から5個って、やってる量半分しかやってないんだよ、でも5個ってターゲットを決めて、その5個は翌日少なくても4個、できれば5個絶対に覚えとくんだと。そのためにその日一日で何回も復習して、自分で経過だってね、朝やって昼やって夜やってわからないけど、そうやってやっていくんだって、いい、そういう風にやってください。量に関しては気にしなくていい、しっかり覚えてる方が大事だからっていう、その2個の側面を意識して勉強してもらえたらと思います。で、まあそれがポイントで、最後細かいちょっとプチでお願いしたいことなんですけど、毎日寝るとき、みんなね、勉強終わって、まあ、風呂入って、とかわかんない、なんかまったりして、とか LINE してわかんないけど、した後に、寝るときに、布団入ったときでいいから、寝るときに、今日何覚えたかって必ずチェックするようにしようかな。今日何を勉強したんだっけ？何を新しくできるようになったんだっけ？何の単語覚えたんだっけって、何で苦戦したんだっけ？何で間違ったんだっけって。そこまで全部やんなくてもいいけど、まあ、ざっくり言えば何を勉強したんだ今日は、何を私頑張ったんだってチェックをするといいです。これをやるだけでもかなり違う。ので、まあ、すごい細かいことなので、まあ、ちろんこれだけが大事なことではないんですけど、12月、まあ、受験生には共通することだと思うので、ぜひこの辺意識して、12月頑張ってもらえたらと思います。